本日夜景の見えるところでちょっとおしゃれなデートをしております。素敵な女性とおしゃれなデート。素敵すぎるですね。食べるのはこちらないですミユさんが行きたがってた牛頃ね、もっと行きたかったんですよ。本当に見たいです。メニュー見たらめちゃくちゃうまそうなのばっかり。だからやばいよ、タンが。一応うちらでリサーチして家族を今度連れてこようっていう懇談で下見ですか。下見そうそうそう。何をそんな風にね思われたの。心外ですよ。下見ですよ。とんでもないの頼みましたね。相当ラーメン上品で下見なんで、そう下見っていうことはいろいろ味わっとかないとわからないでしょ、そういうことですよね。これ美味しかったよなんて言えるわけですから。そうですよ、来たら、ね、美味しかったらね。来たよ、綺麗なタン来た。でこちらやばい、はい、大好き、OK、はい、大好き、はい、どうぞ。いいですよ、はい、音のソノリティこれ音を楽しんでください。あんまなれへんかったです。あんまなかったです。綺麗ですよ。熱すぎてもダメです。はい、あ、いいですよ、もういっちゃっていいですよ。みゆさんが1枚目食べ方が悪かった決して硬いわけではない。食べ焼きなんだけど、うん、相当美味しい。シャキシャキ感がピッとすぎる。いただきます。はい、エビス様みたいな顔してた今。これやばい、おいしい、やばすぎる。これやばいわ。100枚何だったら踊り狂ってるけど、この場なんでちょっとおいしいでいかせていただきます。一応押さえてるの、ね、押さえてる。結構まだタン来るっけ、よかった。1枚来る前にタン食べきったかと思ったミユさん、やばいです。キャビアのタルタルです。キャビアタルタル、ユッケですよ。いや、キャビアのタルタルです。三大珍味やばい、これユッケかも味。本当ユッケと全然ちゃう。味は全然ちゃうけど、超美味しいんだけど。パパそれ絶対美味しいやろと思ったので、うん、美味しい。キャビアが美味しい。またこうなると、4人の食べ方はできない。スタ丼みたいな食べ方でいいです。ありがとうございます。あ、なるほどね、ユッケご飯どうでしょう。周りについた黄身を、ご飯で回収しながら、なるほど、無駄なくこれがサステナビリティ。これもういいっす。もう車で行ったらもういいっす。本当だ。それ。どうしてんな。さすが我が娘。食わなかったら鉄板の上からすぐなくなるよとだけ伝えとくね。いや、マジで食べるからパパって。冗談で言ってるかと思うじゃん。マジなんですよ。冗談で言ってます。言ってるな。女の子一人焼肉みたいな画角でいいの。みゆ将来一人で焼肉とか行くんだ。行ける？行ける。ママ絶対無理してる。ちょっと寂しいぐらい。3日連続野菜なしで食べ過ぎなんだけど。あかんがな。明日野菜取んないと。あ、でも昼キャベツいっぱい取ったわ。うん。中になりまして、中になってやりたいことあんの。そこまで変わんないかも。でも後輩が初めてできるから。あ、そうや。いい先輩にはなっていこうと思う。なるほど、美味しい。やばいね、これは。これ来てこれでよかったね。本当本当。
ヘイグラさんも見てやろ、うん、どんだけ好きなのよ本当に。ヘイグラさんが本当にもう小学生中学生かこんなん食べられへんねほんまに。いや本当だよ、うん、何としてるんですよそれは。パパが何としてでも美味しいもん食べたい人やったから。本当これは本当に家庭によるよね、どこにお金かけるかとか。そうインテリアにお金かける人もいるし、うん、洋服もいるし、そう趣味にお父さんお母さんかける人もいるしね、うん、旅行とご飯やね、旅行とご飯遊びとね、うん、パパもママも服も一切買えへんから、うん、ちょっと眺めてどうしたの今日いっぱい食べたなと思って思い返してた。築地でコロッケ2つ、いなり卵焼き1つ、はい、でその後もんじゃ行って、うん、ガッと食べてうん、結構食ってますね。結構食ってますね、うん、あんまねえです、築地行った通り。そうね、築地行った直後に昼からですから昼過ぎに出て行って築地を夕方に食べて、そこからもんじゃ食べて夕食頃ですから。3時ぐらいに築地で食べられる食事に、うん、2時ぐらいにもんじゃ行ったんですバケモンじゃない、バケモンですね。こっちも食べるんだよ、2人して言いてたくて、うん、食べる量半端ないんですよ、うんうん。もうちょっとダウンを取って GJ、 ダウンを取って GJ、 ダウンを取って GJ、 ダンドリ GJ、 ダンドリ GJ、 熱々今日の鉄板の曲をかけてよいやいや、タコトンやばいね。タコトンはマジでお祝い以来食べてないから、めでたい時にしか食べないじゃん。はい、全然出てくるでしょ。あ、ママ誕生日。ママ運転免許。運転免許おめでとう。それ。お祝い。お祝い。運転免許公告メント。この店新宿ってさ、広告で振り返ってる。どこ見ても視界に広告が入るんだけど、私の顔も広告で出てくる。どういうこと？何をアピールするの？プロレスみたいに。めっちゃ高いじゃん、あれ。やばいよね。だってさ、あの、その広告とかでさ、推しの宣伝とかする人いるんだけど、うんうん、すごいよね。すごいね。しかも新宿のさ、ね、映像の、うん、うん、あるあるある。でこの前さ、立体のやつあるじゃん、こう液晶がさ、うんうんうん、立体の猫で出てくる。あ、はいはい、それに出してってファンの人。うっせえやん、なんの、なんの、うん、3D みたいなんで、推しがこうやって手振ってて出てきた。えぇ、ー、マジ個人でやってんのそれ。わかんない、でもファンが集まったグループなのかもしれない。すごっ。まーす、これもう10秒です。これぐらいですけど大丈夫ですか、うん、はい、これはつけたにちょっとつけまして、そうですか。で、卵に、はい、絡めて、これです。ご飯の、プチご飯に乗せました。ちょっと待って、肉巻きおにぎりじゃん。至福、これは美味しいわ。とろけるよね。うん、これやばい、やばい、これやばい、これやばいよ。いただきます。震える。なんだろ、引く、引いてる、引いてる。こういう風に、へえ、上ひでガリバタ焼きです。顎いらない。歯いらないって言ったことあるけど、顎いらない。あ、おいしい。うん、バンスンこれ、うんうんうん。こんなに美味しいことあります？ないです。今日はぐっすりです。ぐっすり。歩いて食べて。歩いて食べて。日の
本当のマーメイド食べてる。そういえばさ、マーメイドってあんま食ってる人いなくない？いや、プラスやろ。めっちゃ泳ぐもん。確かに。誰がパパ？胃袋はブラックホールのパパ。うん、やっぱブラックホールでもさ、溜まってきたなとかあるの？お腹。はあるよ。食べれないなはない。食べれないのあんまりない。やば。すごすぎる。頼もしいな。二人でもいろんな種類食べたいんで、うん、いっぱい食べてくれる人の方が助かる。いろんな種類食べたい。わんぱく中学生いいです、それぐらいでいいです。行儀って言ってくる人おったら、いや中学生はこれぐらいでいいですって言うと思います。はい、どうでしたでしょうか。最高です。 OK、マジまた来ましょうね。うん、今日はちょっと豚糖がね、そうそう落ち着いてきたら楽しそう。そうですね、おしゃれな店なので、みんなどうしてでもさ、うん、響き渡るから来ない。そうね、もうちょっと落ち着いていきましょう。めちゃめちゃ元気なんだ、めっちゃ美味しいんだけど。季節のシャーベットでブラッドオレンジ。うん、ブラッドオレンジってピンクなの？うん、果肉その中にブラッドやで。ブラッドとは何でしょう？濃い。違います。ブラッドとはちょっと怖いかもわかんないですけど、血です。そんな血のオレンジ、おしゃれなのかな。それが若干な、若干響きはおしゃれ、うん、若干響きはおしゃれ、若干怖い、うん、じゃあまた行きましょうね、うん、たまにはパパと二人でおしゃれデートということで、お仕事食べてました、美味しかったです。じゃあねー。